野太子です。プリンセスリーグ B ブロック、今回の出場選手紹介は麻生エリプロです。よろしくお願いします。するしない？さあ、はい、プリンセスリーグ始まりました。はい、始まりました。結構あのベテランの麻雀が強くて実績もあるこう先輩方が多く名前が上がってる中で、麻生さんは結構若手のフレッシュ組の一員だと私は思ってるんですけど、いや間違いなくピヨピヨで、ピヨピヨではない、ジャンルはすごい高くてピヨピヨ好評じゃないですか。ピヨピヨです。名前見た時にびっくりして、うんうん、何このメンツはって。最初ねブロック分けも分からず名前だけ出てたんですよね。名前だけ出てました。どうだった、その中に自分が上がってるなんか最初の感想。その LINE に招待してくれた人にこれ間違ってないって私の招待グループが間違ってないと思って間違ってないって書いてきたじゃん。そうですね。そしたらどうでした、あここかみたいな、これはどうしたらいいんだと思って、でも今もなってます、これはどうしようと思って。今から対局始まるけど、はい、麻雀始まると本当にこう押しも強いし、本当にジャン力の高さをよく私は感じてるんですけど、いや全然です。しかもね、押し強いって言われるんですけど、うん、うちめっちゃ自分で降りてると思ってて、いやまた今日もひよっちゃったって思ってるんですけど。マジか。はい。マジか。そうなんだ。はい、なんかしっかり勝負どころの判断は押し切ってるイメージが強くて、あさすがだなって。関西でもなんかブイブイ寄せるじゃないですか。寄せてないです。なんか何かのこう予選とか、あの何人通過できるよみたいなやつにはもうほぼ上位で、はいはいはい、数めっちゃ出てるんですよ。でもいろんな大会にちゃんと参加して、はい、だから数打てばたまには通過させてくださいって思うて。でも結構いつも上にいるの。本当ですか、ありがとうございます。ひなたさんこそも B ブロックのメンバーでこうなんか気にしてる方とかいます？いやそんなみんな強いんで、うん、そんな一人を気にするとかいうわけではなく、はい、練習はしてきました。いろいろこう12班ちゃんのシステムですけど、そうですね、練習というかまあでも見てきました。お先にもう、ね、他のブロックの対局もあったし、うんうん、あとは、ね、あとみんなその配信とかによく出てる人なので、うん、全員のジャンプは知ってるってことか。そう見てきました。でもちょっとルールがやっぱ違ったりするので、うん、もうそれは違いそうですけどね。あでもじゃあいろいろもういろチェックして、チェック今日にちゃんと望んできたわけですね。でも気にしたらダメだって思ってるのが一番大きいです。そう気にしたらダメっていうのは、麻雀してる途中にあんまり気にしない、うん、そうみんなすごいみたいなのを気にしないようにしようっていうのが一番、ああ普段の自分のやってることをしっかり出すためにやりましょうみたいな、みんながどうはよりも自分がしっかりってことですね。そうでいいですかね。いやいいと思うよ、いいと思うよってかもう戦われてたけど、すごいいいと思う。すごい大事なことだと思います。はい、なんかちょっと、はい、何麻雀の時の顔つきとやっぱちょっと違いますね。え麻雀の時どんな顔してました？キッてしてる。ほんまですか？プッてしてるね麻雀の時。プッてしてる？どんな顔？って押してくんの？目立つね。目立つ。でも若手だと水瀬夏美ちゃんとかもいるんだよね。そうですね。ねいますね。うん、でもなっちゃんなんかいろいろ勝ってますよね。なっちゃんは勝ちまくってた。勝ちまくってますよね。まず去年のフィーバーが半端なかったね。しかも勝ち方がなんか目立つというか、うんうんうん、何連勝で優勝みたいなね、うんうん、やってましたもんね。だから若手じゃないんじゃないですかもう。あそうなのかな。いや年齢年は若いね、年はね若いですけどもちろん実績はもう、あそういう風に思ってるんだね。思ってます。はい、意気込みをカメラに向かってお願いします。今日今からヨハンちゃん、ひなたさんをやっつけてきます。ほんとやっつけられそうだよね。怖いわ。でもいや恐ろしい。やばいことない、マジでそういうことやっつける。やっつけられないようにギリギリ頑張りたいと私も思いますけど、まだね、ひなたやっつけてもまだ他にいっぱいいるからね。じゃあみんなやっつけて